皆さんこんにちは、ナオトです。今回は、おいでよ動物の森をやっていきたいと思います。 Wii U でやっていきたいと思います。こんにちは、遊びに来たんですね。はじめからすれ違い通信、他のこと、やっぱやめる。はじめから。運転手、なあお客さん、今って2021年10月20日午後4時4分で合ってっか？合ってるよ。だったらいいだ。この時計よくおかしくなるもんだからよ。そうか、この雨も随分と長いこと降ってるだな。そうかもね、そうでもない。そうかもね。せっかくの遠出だってのにうまくいかねえもんだべ。そういやお客さん、名前はなんてんだ？普通にナオトにします。ナオトか。ナオトって名前気に入ってるだか？かっこいい名前だろう。かわいい名前でしょう。違うって。まあかっこいいとは思っていないですけど、まあかっこいい名前だろうにします。まあかっこいいかどうかは微妙だけんど、相撲とか強そうな男らしい名前だな。そうなんだ。そうともさ、男じゃないわよ。ところでここまで走ってきちまってなんだけど、これから行くのってどこだったっけ？あ、村の名前も決められるんですね。最近1933年のキングコングを見たので、コング村にします。へへ、ジョークだべ、ジョーク。コング村だったよな。そうだって。それはそうと、ナオト、コング村には何しに行くだ？ちょっと方言っぽい話し方ですね。運転手さん。お引っ越し、関係ないじゃん。お引っ越し。引っ越しか、ナオトもそういうのに憧れる年だってか。それにしてもいい若いのがコング村とはな。それなりに味はあるけどよ、あそこはなかなか偏僻な土地だぞ。行ってコング村のどこがそんなに気になったんだ？では一体ですね。
海、役場、お店、関所、博物館。海にします。本当はわからないですけど。男の考えることってのはまあそんなもんか。話は変わるけど、直人って見るからに金とか持ってなさそうだけどよ。先立つもんはちゃんと持ってんだろうな。まあ、先立つものは大体お金という意味ですね。先に必要になるものっていうニュアンスだと思います。持ってる、少しだけなら。まあ心配すんな。もしもタクシー代が足りねえときは働いて返してもらうだけだからよ。まあいいや、そろそろ目的地のコング村に着くだよ。お、いつの間にか雨も上がり始めたみたいだべ。さて、ようやく着いただよ。ここがコング村だべ。詳しいことはそこの役場で自分で聞いてくんろ。聞いてくれみたいな意味ですね。そんじゃ気合い入れていけよ、ナオト。ペリコ、こちらはコング村の役場でございます。と、その前に一つ伺わせてくださいね。役場って読めます？もしかして全部ひらがなで言った方がよろしいでしょうか？漢字でも OK。わかりました。では、そのように登録させていただきます。ところで、今日はどうされたんですか？引っ越してきた。新入りです。引っ越してきた。ああ、あなたが直人さんですね。はじめまして。私はここの窓口をしているペリコと申します。ナオトさんのことはタヌキチさんからちゃんと伺ってますよ。新しくこの村に住む人のために住み心地のいいお家を用意してあげたって。タヌキチさん最近ご機嫌でしたもの。さて、いろんな人のお家が建ってるコング村ですけど、あなたのお家はこちらになります。はい。それでは直人さん、この地図を見ながらお家まで行ってみてください。地図の出し方はわかりますよね。どうやるの？大丈夫。どうやるの？地図を見るときは、下画面の右下にある矢印をタッチした後に、上に並んでいるお家のボタンをタッチするか、Nintendo DS 本体のX ボタンを押してくださいね。それでは、いってらっしゃいませ。はい。動物の森シリーズを全くやったことがないんですけど、
いろいろ下手かもしれないですけど、頑張ってやっていきます。誰かいるので話してみます。マキバ、あら、オタクとは初めましてよね。みるみる、私の名前はマキバ、趣味は虫取りよ。よろしくね、みるみる。ちょっとみるみるの意味がわかりませんけど。こんにちは、ナオトちゃん、みるみる。ところで私に何の用かしら、みるみる。なんか話して。人違いでした。なんか話して。ねえ、ナオトちゃん、私オタクのこと全然知らないわ。だからいくつか質問させてもらうわね。まずオタクの誕生日っていつなのかしら。生まれた日を入れてね。はい、10月11日です。うふん、10月11日ってことは天秤座ね、みるみる。そうです。結構言い方が明るいですね。じゃあ次の質問いくわね。オタクの好みのタイプってどんな人？優しい人、綺麗な人、かっこいい人、セクシーな人。まあ優しいですかね、普通は。そうなんだ。ふふん、今の意見参考にさせてもらうわ、みるみる。結構遠いですね、自分の家まで。こっちかな。ここですかね。これは何ですかね。ちょっと全くやり方がわからないです。音楽を聴けるんですかね。ろうそくをつけました。ふかふかで気持ちいい。でもまだ眠くないや。こちらコング村、各種設定センターでございます。
本日はどのようなご用件でしょうか。音の設定、漢字のこと、ダウンロードのこと、何でもない。ご利用ありがとうございました。特にやることないですかね。たぬきち、ちょっとちょっとそこの人。あなたがこのお家を注文してくれたナオトさんだもね。もねは変な日本語ですね。ふう、間に合ってよかっただも。もが入るんですね、普通の日本語に。どう、結構住みやすそうなお家でしょ。どうかな、まあまあ。まあまあにします。住んでるうちに慣れてくるから大丈夫大丈夫。僕はこの村でお店をやってるたぬきちって言うんだもん。お店の他にもお家を建てたり改築したりいろいろとやってるんだなも。とりあえず注文したお家は建てといたし、お金を払ってね。そしたらこのお家は直人さんのものだなも。で、肝心のお家の代金なんだけど、全部で19,800 ベルになるんだもん。マジっすか。高すぎるよ。マジっすか。あははは、は、そんな心配することないって。いっぺんに払えとは言わないだもん。屋根裏部屋のベッドに横になれば、その日の結果を記録することができるし、少しずつ村の役場から振り込んでくれればそれでいいだなも。無理だって、もう泣きそう。無理だって、平気平気。お金儲けのことなら僕が教えてあげるから。ただここでいろいろ説明するのもいいんだけど、習うより慣れろが僕のモットー。うちのお店でしばらくアルバイトするのがいいと思うんだな、もう。お金も稼げるし、生活のいろはもわかるし、一石二鳥でしょ。うん、そうしよう、そうしよう、決まりなんだなも。それじゃ後でお店の方に来てほしいだも。お店の場所がわからなければ地図を見ればいいからね。じゃ僕は先に行ってお店で待ってるから早く来てちょうだいだなも。ではたぬきちのお店に行きます。けどたぬきちのお店は ここかな？
虫取りの秘訣。みんなそれぞれ早起き、寝坊。でも真夜中はお休み、お休み。たぬき商店。おやおや、ようやく来ただ、だなもね。待ちくたびれたんだもん。それじゃ、まずはこの作業着に着替えるんだもん。言うなれば、アルバイトの子の制服ってやつだなもん。着替え終わったら行ってね。どうやって着替えるんですかね。これか。掴む。ここに入れるのかな。あれ。ここか。うんうん、似合う似合う。それじゃ早速うちのアルバイトとして働いてもらうんだもん。まず最初は花の種と木の苗をお店の近くに植えてきてほしいんだもん。周りの雰囲気が華やかだとお客さんも喜ぶだなもん。見栄えが良くなるように頼むよ。終わったら声をかけてね、ダナモ。全然やり方がわかりませんけど。白いチューリップ、黄色いパンジー、黄色いコスモス、黄色いバラ、木の苗、地面に植える。とりあえず左側ここに植えられないですよね。左側に植えます。ちょっと道の邪魔になっちゃいました。木はここら辺に植えます。Thank you.
ちょっと歩くのがめんどくさかったので連続で植えちゃいました。ちゃんと綺麗に植えてきた。ちょっと心配だけど、直人さんのセンスを信じるだなも。さて、次は何をしてもらおうかな。ん？ちょっと待てよ。直人さんはコング村に来たばっかりだけど、コング村の人たちに引っ越しのご挨拶はちゃんとしたんだも。ちょっとだけ休憩時間をあげるから、みんなにご挨拶してくるといいんだなも。お家を訪ねるときにはちゃんとノックしてから入るようにね。あ、村長さんにもご挨拶するのを忘れちゃダメだも。役場のあたりでお散歩してるはずだから探してみてほしいだも。それじゃ、行ってらっしゃい。ちょっと店の中を調べたら、それはお客さんに売る商品なんだも。バイトの子には売れないんだなも。見れないみたいですね。ご利用ありがとうございます。たぬきポイントシステムズです。ご用件は何でしょう。ポイント確認。これって何。いや別に。これって何。このポイントマシンでは以下のサービスを提供いたしております。1、当店で買い物をしていただくと自動的にポイントを得ることができます。 2. 一定のポイントが貯まると会員のグレードが上がり粗品が送られます。 3. また会員のグレードに応じて店の品物が若干割り引かれます。 4. 購入する品物が高額であるほど高いポイントが加算されます。以上でございます。他に何かご用は終わりですか。いや別に。ご利用ありがとうございました。では今回はこの辺で終わりにしたいと思います。次回はいろいろな人にお引越しのご挨拶をしたいと思います。では次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。